ああ神はサイコロを振らないね、うん、これはあのアインシュタインの言葉ですつまり条件を同じにすれば同じ結果が出ますよっていう科学の理屈のことを話してるんですよ神はサイコロを振らない偶然ってのは超科学的な分析の中には入ってきませんよってことなんですよねだからこうまあ、サイコロの例でいきますけどもサイコロって振り続けると最初は6分の1だけども 数万回数十万回振っていくとサイコロは大体どの面も6分の1に近づいていくってことを言うでしょ。これ何が違うかというとアインシュタインは自分で紙やサイコロを振らないっていうふうに言っていたんですけども本当にそうかなと思って条件をどこまでも同じにして実験を繰り返したら本来ならね同じ条件下では同じ結果が出るはずなのに。 同じ条件なのに違う結果が出るってことに気づいたんですよ。で、これが量子論の始まりなんですよね。ちょっと難しい言葉になってきましたけども、簡単な例えですごく皮肉ったものがあるんですよ。それはね、こう箱があるじゃないですか。箱の中に猫を入れるんですよ。で、猫を入れるのと同時に50、50%の確率で死ぬ薬を中に入れるんですよ。で、箱に蓋をします。ね、50%の確率で猫は死ぬんですよ。 で、その箱を10個ぐらい用意します。どうなると思います条件全部一緒ですよ。条件全部一緒なのに死ぬ猫と死なない猫がいるんですよ。これって大いなる矛盾じゃないかなっていうのが量子論のスタートです。いかがですかこれおかしくないですか条件同じなんですよ。2分の1の確率で死ぬ。でも、 同じ条件なら同じ結果にならないとおかしいのにこっちは生きてるこっちは死ぬっていうふうに結果が全くね真反対にいくでしょでそういういことを普段私たちは考えてますかってことなんですよね。だから「神はサイコロを振らない」っていうふうな言葉は確かにアインシュタインが自分で思いついたんですけどもなはずなのになんで結果は違うんだってことにずっと悩みあぐねてたくさんの仮説を作ったと相対性理論なりね統一バリ論なりひも、えー、理論なりね、えー、いっぱい作ったんですよ。 学問っていうのはね、そこまで深く考えていくと、見えないものが見えてくる。そしてさらに言えばね、見えるものが見えてくるってことです。これ、見えるものが見えてくるって分かりますかね、意味ね。